トーナメントも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。さあ、まずは激しく当たった。ここで自陣攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、激しいバトルです。さあ、これは大きなダメージ。激しい攻撃、弱点をついた。あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでザブトリオの登場だ。さあ、ここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。持ちかかった。よし、あーっと、力尽きたか。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここで風鈴の登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで冷凍パンチ、決まった。効果的な当たり。さあ、ここでよーし、ヒット。片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでケンタロスの登場だ。さあ、今度は一撃。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでサイコキです。急所を捉えた。おーっと、ダウンだ。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。さあ、最後のポケモンになってしまった。おっと、体力が残り少ないぞ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。よし、当たった。ここでダウンです。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。さて、あーっと氷漬けになってしまった。おっと、凍っていて動けません。両者とも大健闘です。おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここでスターリーの登場だ。さあ、ここでよーし、ヒット。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。バトルの姿勢に移って、ここでジルダストルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。
さあこれは、おっとこれは外れ、白熱したバトルが続いております。これはどうだ、狙い的中、あっとガッツだか。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでゲンガーの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。おおっと、このポケモンではまずかったか。さあ今度は、おっと特殊能力がダウン。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで自陣攻撃きた、あっとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。さあもう後がないぞ。おっとこれでは戦えない。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで猛烈な吹雪、これは効いた。ここでダウンです。ここで試合終了。バトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。さあまずはマジナブの当たり。ここで自陣攻撃、このポケモンではまずかったか。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでケンタロスの登場だ。さあ今度は急所を捉えた。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。おっとステミタックル、鋭い当たり、おっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでザグトリオの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで猛烈な吹雪、おっとポケモンの選択を誤ったか。おっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。スイン一撃。これはどうだ、急所にヒット、あっとガッツだか。ここで試合終了。
にやってまいりました。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。さあ、手始め、大きなダメージ。さあ、対するは激しく当たった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで10番ボルトだ。逆転をついた。さあ、今度は急所にヒット。あーっと、ダウン。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでスターズの登場だ。さあ、ここから挽回したいところ。現在のところ残るポケモンは2対3。まだまだ勝負の行方は見えません。これはどうだ。狙い的中。おっと、ダウンだ。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでケンタロスの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さて、さあ、これは、おっと、特殊能力がダウン。勢いのある攻撃、決まった。効果的な当たり。両者とも大健闘です。さあ、ここで水一撃。あーっと、力尽きたか。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでギャラドスの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。おー、決め十分。激しい攻撃。おっと、攻撃が外れた。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで体力回復だ。おっと、ここは動けません。さあ、熱戦が続いております。いったー。逆転をついた。ここでダウンです。